こんにちは、ジャンボです。今回は EX パートということで、最近ガラッと変わった拠点を紹介します。まず燃料発電はとうとう3階建てに、現在5150MW の容量があります。そして、中央倉庫に一番近い場所に、ファイナルストップ、終点の駅が作られ、ほとんどの自動輸送が、エクスプローラーから列車に変更しました。それではメインとなる、ベースステーションを含むターミナルステーションもどきを、見に行きましょう。あ、そうそう、燃料発電棟は、より簡単に登れるよう改良しました。2階に到着。3階に到着です。あれが、メインの駅になります。手前の駅には別工場で、作られた、モーター、モジュラーフレーム、ローター、石炭が集まります。別工場の場所はマップで、ここ、パート21でライフルの、試し撃ちに来たところです。ここではローターを作っています。本当はここでローター、固定庫、モーターを作る予定だったんですが、もう一つの別工場、マップのここに、モーター工場を作ったのを、忘れていたんですよね。この工場では土台を使わず、気の向くままに建てていきました。さあ、そしてターミナルステーション奥側の駅は、これから作るアルミ工場と、つながっています。少し見づらいですが、下にある駅はノーベリスク作成のために鋼の、パイプ、ビーコンを運び、動線的にクイックワイヤーがあるので、AI リミッター用のクイックワイヤーもついでに、運んでいます。今のところ、この3路線で運用しています。少し見回してみると、こんな感じですね。ちなみに、初めに紹介したファイナルストップからはプレイヤー専用の列車が出ており、すべての路線にアクセスが可能となっております。それでは続いて、ベースステーションに届いたアイテムについて紹介します。アイテムは床下に運ばれ、一本のコンベアにまとめられます。そして集められたアイテムは、発電塔の壁を伝え、中央倉庫の仕分けレーンに、つながります。
ちなみに上にあるプログラム式分岐器は、普段持ち歩いている装備を仕分けるために設置してます。はい、それではここから、新しい仲間を紹介します。誰か出てきましたねー。ということで、初マルチです。まあ、操作してるのは自分なんですけどね。8年前から持ってるサブ PC の、グラボを取り替え、なんとか動くようにはなったんですが、あまり調子は良くないです。もともとサブ PC には GTX580 が、搭載されており、そこから先日 GTX960 に、アップグレードしました。ただ、ゲームのグラフィック設定は最低でなんとか、動く程度。そんなサブ PC 君には、カメラマンを、やってもらいます。前からやりたかった、工場建設を定点撮影しようかと、思います。んじゃ、アルミ工場の建設予定地へ行きましょうか。こちらの列車には建設資材を、積載しています。それでは出発進行。ああ、天井スレスレに作ったから落とされてしまった。大丈夫かな？それじゃあ行くよー。連れて行かないでー。大丈夫なの？そして今みたいに列車同士はぶつかりません。なので一本の線路に複数の列車を走らせることも可能です。ただなんかそれは違うなって気がして、私は自動運転の線路はそれぞれ分けています。ここは銅の採掘所、アルミ板の作成にインゴットが必要です。あれ、どこ行った？一方その頃、サブ PC 君は、なんか死んだんだけど、置いてかないで。エクスプローラーの材料が、あれ燃料ない、読み込みが追いついてないみたい。よし行こう。処理が間に合わなって、な、いい。ダメだ、走っていこう。やっと追いついた。ここで死んだのか。
ただいま。よろしいかい？行くぞ。ちなみにこの先、毒ガス地帯です。拙者では体力表示がないため、ダメージはありません。ここを左に行くとアルミ工場なのですが、一旦ボーキサイト採掘所を経由します。ここには赤い竹が生えています。この駅で、自動運転の列車は防気サイト、銅鉱石、ミカ鉱石へ荷下ろしています。というところで今回はここまで。次回、定点カメラでアルミ工場を5倍速で作っていきます。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたなら、チャンネル登録と高評価。コメントをしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジャンボでした。